こんにちは。はい。さあ、豊さん。はい。いよいよ、今夜、運命の日です。本当だな。はい。ドラフト会議です。いや、思い出すな。豊さん、何十年前、うん、爆睡してたけどな。いやいや。爆睡まあ、かかるのは分かってたかな。大学にはその日はいたんですか？いや、もちろんいた。大学で爆睡してたんですか？爆睡してた。どこで？いや、部屋でね。部屋で？爆睡してたんだけど、はい、まあかかるのはかかると思ってたから、はい、ただないだろうなっていう楽しみはあったよね、はい、でも期待と不安がこう乱れて入り混じって、はい、なんかワクワクする一方不安もあったし、はい、まあね、ドラフトで指名されるであろう選手たちは、まあ、そうだな、今そういう気持ちだと思うんですけれども、はい、またドラフト1位ってなると、はい、まあ入ってからの勝負やけど、はい、だから入る前だったらやっぱドラフト1っていうのは光栄なことだしな、うん、はい、何でもそうですね、うん、だからまあワクワクしてるというかドキドキしてるというかな、はい、みんなな、そうですよね、まあ、その中ではい、はい、各球団もう1指名でこの選手取るというのを公言しているチームが5チームあります。なあ、あれだけな、はい、岡田監督がねおー言うていかんぞみたいな言ってたら、ね、はい、まあ、真っ先にねカープが、はい、もうあの常広、そうだね、はい、選手行くというふうに、まあ、はい、言ってましたけど、森下の時を思い出すな。森下投手の時、森下もサンバガラスみたいな、そのドラフトの年の、はい、まあ、3人の中にこれはもう絶対ドラフト1っていう、うん、これ一本釣りできたからね広島が。んですね、うん、だから競合なしに森下取れてるから、なんで他の球団森下行かないんだって思ったけど、競合するのは嫌がったんだろうな。あ、まあ、そういう傾向にありますよね。まあ、傾向にある。だからまあ広島が常広って言ったのは、はい、いや絶対行くからみんなみたいな、うん、競合したらやめてよって9時だよみたいな、はい、なっちゃうよみたいな、まあ、そういうこともあるんだろうな、うん、そうですよね、はい、でその後に公言したのが巨人だったかな、ちょっと順不同で分かんないですけど、はい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 、あの西舘投手、千代大学、まあ、ここはね、うん、なんかね予想されるというか、はい、まあ、公言しなくても西舘行くんじゃないかっていうふうに思ってたのは、まあ、新之助の後輩になるしね、はい、で巨人と中央のラインっていうのが、うん、過去のこうドラフト1位選手って、まあ、新之助もそうだし桑原っていうのもそうだし、うん、まあ1位じゃなかったけど亀井とかね、はい、あ、まあいろいろ入ってるしね、沢村とかもそうだし、まあ、だからまあ西舘行くんじゃないかなっていうような気はするけどね。これ過去動画であの豊さんの予想、はい、これ当たってますね、巨人西舘投手行くんじゃないかって言ってたの、はい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 、当たりました。で広島も常広、はい、行くんじゃないかって言ったのも当たりました、はいはい、で続いてソフトバンクと西武が竹内投手、はい、そうだね、はい、これも左の安定感抜群の、はい、まあ、ピッチャーだけにやっぱもう即戦力としたら、はい、まあこのなんていうの、自滅型っていうのは取りにくいよな、うん、まあ、賭けになってしまうし、はい、だから、まあ、竹内っていうのはすごくまとまってるし、はい、ボールに力あるし制球力あるからね、うん、だからまあここら辺は人気になるんじゃないかとは思ってたけど、はい、まあ、左だしね、そうですよね、ただもう競合してるという、ね、もうすでに。でどちらもやっぱパリーグなんですよね、欲しいって言ってるのが。パリーグっていうのは結構荒れてる感じのピッチャーを取ったりとかする傾向があるんだろうけど、はい、ただやっぱこうソフトバンクはどうしてもやっぱピッチャー欲しいよね。そうですね。で左っていうのは、まあ、大関とか和田とかいるけども、もう和田も年が来てるしね、はい、まだまだ投げれるけども、うん、まあそれに次ぐ、うん、まあ、若手っていうのが欲しいのかなっていうふうには思うけどね、うん、で西武もやっぱりピッチャーだったんですね。西武な、はい、俺野手行くと思ってたんだけどな、うん、はい、私もです。そうなんですよ、あれだけのピッチャー王国、ただその準備とすれば、はい、まあ高橋光成が、うん、あのポスティングでね、はい、行きたいっていうふうなことを言い出して、うん、まあ、それに続くのが今井であったりだとか、うん、やっぱちょっと抜けていくかなっていう、将来的にはちょっと抜けるかなっていうことを考えると、はい、やっぱピッチャーを補充しておきたいというね、うん、もう今でも素晴らしい投手陣がいるんだけどもね、はい、まあ、だけどなんかこう補充はしておきたいというね。ですよね、うん、なんでもしかすると西武2巡目以降で野手の方をもし取れたら、いやいや、まあ取るだろうけど、うん、まあ、今年はなんかこうピッチャーがね、そこが非常にあの即戦力と言われるピッチャーがたくさんいて、はい、まあ、野手っていうのはあんまり聞こえてこないからね。そうなんです、うん、ただその野手を、はい、なんと1位で取ると公言したチームが出てきました。中日です。まあね、これはあの予想通りだな。渡来選手なんですよ、うん、だからまあ渡来っていうのはいろいろ内野もできるし外野もできるし、はい、ユーティリティープレイヤーなんだよね。でもユーティリティでは使おうとは思ってないと思うんだよ今の現段階ではね、
やっぱり内野の一角、はい、まあ、そこら辺を取ってくれればとか、うん、まあ、それでなんかダメだったら外野もできるという、はい、まあ、足も速いしね、うん、だから、まあ、そういう意味ではこうやっぱあそこは課題としたらやっぱり野手だからね。宇田川さん動画でもね中日渡来選手っていうのを当ててたので、はい、まあそうだね。どうやらでも直線まで中日はピッチャーに行こうとしてたらしいんですけど、うん、やっぱり立浪さんがやっぱ渡来選手行きたいっていうことでどうやら渡来選手になったという情報も入ってきてるんですか。まあそうだね。だからまあ大野の状況とか、はい、まあ、故障を離脱して、まあ、どういう状況でチームに残るのかそれとも出ていくのか、うん、まあ、FA の、ね、関係で、はい、まあ、これは分からないけどもとりあえずは野手が欲しいよね。そうなんです。とは思う。なんかファンは複雑みたいでして。なんで渡来選手他のチームどうか、うん、渡来選手を1位指名してください。なんでだよ。だからなんか中日に来ない方がいいですよっていうファンの方もいて、うちに来ちゃダメだっていう、なかなか珍しい現象なんですけど、一本釣りになっちゃったらそれやっぱ拒否で、でも拒否してもいいんでしょうけど、やっぱ行くことになっちゃう渡来選手の将来を考えて、まあ、仮によ、うん、まあ、中日がピッチャー行って、はい、で競合して、はい、そしたら渡来取れないかな。今年中日って俺はね1位は1位だと思うんだよ、はい、ただやっぱこう競合して外れ1位っていうのがあるじゃん。だから誰を指名して渡来を次に指名するかとか、渡来だったらなんかこう単独で取れそうな気はするけどな。中日以外は渡来選手いかなそうですか。まあ、今年のピッチャーっていうのは割と質がいいピッチャーがたくさんいるよ。はい、そしたらピッチャーみんな行くのかなっていう、ピッチャーいないからな、野手行っとこうかっていうんじゃないんだよ、はい、ピッチャー行っといて野手か、まあ、そしたら渡来が外れ地で残りそうな気もするんだよね、うんうん、そうですよね。そしたら中日っていうのは焦らなくていいと思うんだよ。はい、そうですね。そんなに1位と13位で引けるのでそうだね。そうですよね、うん、まあ2巡目からこう上場制になってくるから、はい、でも2位までには残ってなさそうな気はするよな、渡来は。ということは他の中日以外でも行く可能性、行くとしたら、まあ、他大体ピッチャー行くと思うんだよ。今年は本当ピッチャーって、まあ、セリーグ見てても、まあ、ヤクルトはおそらく左ピッチャーを指名してくると思うんだよ、はい、で巨人は西舘って公言してるし、で DeNA も、まあ、仮に今永バウアー抜けたとした時に、はい、やっぱりピッチャー取っときたいよね、はい、で、まあ、阪神もうピッチャーって言ってるし、あそこは野手っていうのはもう頭打ちになってて、もうすぐ出てきそうな選手がいるからね、はい、まあ、広島はもう公言してるし、だからそうだな、セリーグの中だったら一本釣りできるよね。そうです。でパリーグだったらですか。ソフトバンクと西武以外です。日本ハム、ロッテ、オリックス、楽天、うん、まあ、オリックスもピッチャー行くだろうな、山本が抜けるって思うと。そうですよね。まあでもあそこはいるからな、ピッチャーが。お相手出てきてる。お相手出てきてるからな、うん、そうだな。そしたら一本釣りできる可能性は強いね。だとすると中日は2位指名でも渡来選手取れるんだったら、先にピッチャー行っといて2位で渡来選手最初に13番目で引くっていう。でもね、今年はねちょっとね、昨年は競合が1人だけだったんで、うん、浅野だけだったんで、で外れ1位が森下になったんだけど、はい、今年は競合するチームが、だから常廣だってそうだし、はい、西舘だってそうだし、うん、竹内も他に行く球団もある可能性もあるんだよね。まあ、もうそこはもう、竹内はもう競合してるからね、そうですね、公言した時点で、うん、で他にも細野とか、はい、なんかね競合しそうなんだよ、うん、で外れたらもう渡来行こう、もう先に行っとくかっていう可能性もあるから、危ないっちゃ危ないんだよ。13番目に渡来選手が残ってない、残ってないと思うんだよね。そういうことか。そうか。でそんな中、まあ、阪神は岡田監督がもう公言しないって決めているので分からない、ベールに包まれているんですが、やっぱり記事は出てくるものですね。どっからどういうふうに出てくるのか分からないんですけれどもどうやら阪神は右ピッチャーに1位指名で行きたい。で青学の常廣投手、下村投手、中大の西舘投手を高評価していると見られて、左はいけへんと思うよというふうに語っているんです。ただこれ、常廣投手と西舘投手、これもう競合確実になっているので、うん、競合した場合は競合だと嫌なので、もしかすると一本釣りで左、小蛇投手、それから大阪桐蔭の前田投手も
視野に入れてるっていう記事が出てるんですけれども、苦渋悪いからな、はい、勝負づらいけど苦渋悪いんだよ。そうですね。いやただ競合するだけの価値はあるよ、うん、だ今名前挙げた西舘とか常広とか、はい、まあそういう俺はそういうところで来ると思うけどね、阪神の競合してもまあね、去年競合して浅野選手行ったので、うん、浅野選手行って外れて森下、はい、でも森下は即戦力、浅野はやっぱこう、うん、育てる期間が必要だということ で、はい、で森下を取ったことによって良かったよね。そうですよね。今年の場合はね、まあ、将来的に見たら分からないよ、これは分からないけども、とりあえずは良かったという、はい、いや森下で良かったみたいな。で岡田監督も言ってたから、いや牧よりは上になってくれるような素材だぞって、うん、素材だぞって、いやそのぐらいのことは監督が言ってたから、はい、いやだからまあ外れても、まあ、とにかく行っとこうっていうのが、まあ、岡田監督の考えだし、やっぱスカウトたちが、まあ、スカウトを立ててるからね、はい、いや行ってくれって言ったら絶対行くと思う。行きますか。でもその中でやっぱり評価が高いのは常広であり西舘でありみたいな感じだと思うけどね。あと青学の下村投手もすごく高く評価しているっていうふうな話なんですけど、あ、ね、はいはい、まあ、現時点で下村投手は、公言しているところがないので、避けて下村投手というのもゼロ。いやこれだったら外れて、はい、あの下村っていく可能性もある。ある、うん、ただやっぱ右ピッチャーがやっぱり第一希望としては欲しいという関心は、まあ左も右もないいけどなまあまあ欲しいんだろうなやっぱりね。そうなんですよね。ゆたかさん、ちなみに阪神は、はい、1位は誰に予想してましたか。阪神はこの前は、はい、西舘ですか。いや俺も西舘行くと思うよ。行きますかね、やっぱ強豪覚悟で、はい、これそうすると巨人とまた去年同様これはね、なんかね、ちょっと験担ぎのような気がするんだよ、うん、で、中央の森下、ね、活躍したでしょ、はい、やっぱり森下の伸びしろっていうのを感じたと思うんだよ、うん、で、中央の育成方法とかやっぱり西舘っていうのは、まだ伸びると思うんだよね、プロに入っても、うん、その可能性に欠ける、もう中央つながりでいけみたいな。そうですね。なんかそんな感じがしてならないんだよね、うん、おだから西舘で来るんじゃないかっていうような気はするけどね。そうなんですね。ああ楽しみですけれども、ただ常広も人気になるから、広島は一本釣りは今年はね、森下のようにはできない。そうですよね。伊藤さん予想では日本ハムが、はい、常広投手行くんじゃないかとかに、うん、言ってますしね。で、あと楽天は豊さんは東洋の細野投手っていうふうに予想してます、はい、であとロッテは、はい、上田投手ですか、はい、はい、豊さん予想は、ね、でオリックスが、滝田投手、はい、このあたりはもう公言してないので、オリックスも他のチームまあまあそうだ、ね、どうなるか分からない。オリックスはね、はい、まあ関西つながりで前田っていう話も出てますよ、ね、まあ、オリックスジュニアとかね、はい、森もオリックスジュニアで、はい、ジュニアでもうまとめちゃうみたいなそうか、まあでも間違いはないと思うんだよね、小さい頃からやっぱこうそういう素質っていうのは見てきてるから、はい、だからまあ可能性もあるけども、オリックスはなんかちょっと帰りだね、え、あ、こういうの取ってきた、こういうの来たみたいな、そういう可能性もあるしね。全く名前が上がってないような、まあもうとにかくあの細野を来る可能性もあるよ、はい、力のあるピッチャーを。ってなると豊さんが予想しているヤクルトとも被るんですか、細野投手で東洋も。なるほど。で DeNA は、まあ、国学院大学の竹内、うん、投手左のを豊さん予想してます。 DeNA は一切公言してないので、ここは俺左ピッチャー行くと思うけどな、左好き左好きで滝田、はい、滝田投手、はい、ね、これもオリックスが狙ってるような感じはするんだけどね。というとオリックスってもしかすると他と競合しない選手いけそうですか、ね、今年ね、ソタニっていうのを、うん、はい、去年取ったでしょ、はい、ああいう感じの左ピッチャーなんだよ。それよりまだちょっとタイミングがずれるという、はい、その前には田島っていうのを取ってるでしょ、うん、はい、いやだからこういう滝田みたいなのが好きなんじゃないかなっていう、うん、タイミングが取りづらいバッターが、はい、なんかそこに行きそうな俺は気はするけどね。まあね、山本投手が抜ける分どういったピッチャーをじゃあカバーできるようなピッチャーを入れてくるのか、まあ、そうだな。でもあそこはね、ムクノキとか、うん、
もう投げ出してるし、はい、なんかね、うん、いるよピッチャー本当にいますよね。そうですよね、うん、だからまあただね、もう数時間後にドラフト始まるけども、はい、ね、16時50分から一応テレビの方では放送が始まって、ね、おそらく17時半から1位指名していくんじゃないかと。まあまあそうだね。なのでこの動画では1位指名が全て終わってどこに行くかと、抽選の権利とか、はい、権利を引くのがどこかって分かった時点ですぐに、取って出し、動画にしますね、はい、動画にしますので、はい、それも楽しみに、よかったら待っててください。はい。